前回に関してはね、3試合やったのかな、確か。1月27日の引き分け、ウエスタムの引き分けと、あと2月10日と17日の勝利。これが多分前回かな。これが多分前回かなというところで、今回に関してはね、24日の、リバプール戦と、あとは28日アウェイカップということで、エバートンとね、やっていこうかなと、思ってます。リバプールを相手にします。ちょっとね、前回確かリバプール戦ったんだけど、そこはね、あれはアンフィールドかな？アンフィールド。まあ、とりあえずリバプールの本拠地でね、お邪魔したっていうのが前回だったんですけど、そこでリバプールに負けてね、今回はね、モーリニュースタジアムにお出迎えするということで、我々ね、ウルブスの底力というか、それを見せていこうかなと、思ってます。キーパーはアリソン・ベッいいカね。ー。まあ、俺がでも個人的にその一人の時に、リバプールめちゃくちゃ使ってるから、あれなんだよな。一人のデータではリバプール使ってるから、死ぬほど見たわ。もうこのメンツ。もう中盤が全然違うけどね。あ、そっか、デヨング使ってるやん。わ、デヨング使われてるやん。バルセローナのデヨング起用してるやん、こいつら。前回戦った時はな、起用してなかったんだけどな。起用してるやん、ついに。これ気引き締めんとな。パリのボランチとして頑張ってもらわないと。まずいぞ。ヌネス怖いな。いいね。うまっ。うまいね。いやー、そこいるかな。そこのふわっといるかな。今はなかったら最高じゃなかった、今。いいね、グリーズグマリーズマン、ン。いいよ。アリダイソビングセーブで止めました。コースを読んでいン。アリたようソですン。ね。もう一人でやってる時にどれだけアリソンにお世話になってるか。一人でやってる、セコスコやってるデータでどれだけアリソンにお世話になったか。アリソン半端ないっす。何かいいスそパこイいいスはよ。ないのでしょうか。こっちのそばはこっちにいるからな。リバプールじゃないぞ。ひときわ高いナ歓イ声ス。が上がります。ナイスキーパーがよく集中しています。こっちの世界線はそばを俺がこものらってコるーナーからから勝な。ち越し点に。これ割れな。ネルソン・セメド。まだ、あ前半が終了しました。ハーフタイムに入ります。まあ。ちょっとデヨングがちょっと危険かもな。ちょっと明らかにこの前半戦だけでちょっと違い見せられてるわ。ちょっとやっぱ違うわ。確か89。トータル89だか90弱ぐらいあるけど。やっぱ違うな。90弱の選手は違うわ。ダメよ。いいじコーゃナーない？から中いいへ、じゃない？アーリソンのダイビングセーブ。うわー。やるなー。今のめちゃくちゃ良かったけどな。ダメよ。これ中微に妙入れだな。た。ちょっとクリアあ、がセカン小ドボールさい大事よ。か。ナイスナイス。グリーズマン。グリーズマン。ごちゃごちゃすぎじゃない？どこを狙空いっててるるんで空いてしる。ょうか。ナイス。ゴールゲット。決まった。入れますか、あれ。ゴールが決まって誰先制だ？点。 誰だ？誰かわかんねえ、遠くからじゃ。入れます。ナイス。素晴らしい左足だ。素晴らしいね、今の。やるね。鮮やかなゴールですね。開いたもんディフェンな。ダーをものともしません。めちゃフィくニッちゃシュ開いもた冷もん静でな。しめたね。ちゃくちゃシュートコース開いたからな。よう冷静打ったわ、でも。ようやった、ようやった。めちゃくちゃシュートコース空いてるけど。まあ、それで決めるのが大変だからな。ようやった、ようやった。いい補強だ。ルーカス・クロスいいんじゃターない？ン。ちょ、危ないな。オフサイドじゃない？狙った。笛が鳴っていそうまだよす。オな。フサイ遅ドいで遅す。い。これは際ど遅いオフい。サイドが。どう見てもオフサイドだこのタろイミングでカードがう。提示されましおいおい。た。これは先ほどのファウルさっきにのプ対レーする警ね。告で流す。されてたやつね。さらに一人でやってる中で学んだ戦法。スロービルドアップ。これを使うことによって少し時間を稼ぐ。これが最強です。はい。で、スロービルドアップでダイレクトパスなんかしてたら、パスがね、乱れた時に、どうしても、バスカットされる確率が上がっちゃうわけ。ゆっくりゆっくり組み立てたら。ということで、フォワードラインします。これが最高です。遠くに飛ばすことによって、リスクも極力減らす。ダイレクトパスをつないでスロービルドアップなんかしたらインターセプト食らって終わるから、ウルブスがボールを攻め失るんだっう。たら遠くに打つ。ちょっと怖いな。これ別に関係ないからな。ファイブバックだろうだなんだろうが。コーナー危ないからエよ。リア内へ。ナイスナイス。セカンこドれボールは取りたいクリな。アしきれて危いないまよ。せん。セカンド相手ボのール。チャンスとなるナイスか。ナイスナイス。いいチータね、グリーズマン。なんとかしのぎそこ切りすまぐしダイレた。クトで。ダイレクトで前出せれば今めちゃくちゃ熱かったのに。なんでそこに待たせてる？見事なブロッなんでそク。こに待たせてる？ね。なんでそこに待たせた今、ヌネスを。ねえ。
なんで今そんなすぐにそこで普通にフリーにしてた今。アダマ。いいねアダマ。何してんだよ。抜いた。抜いたじゃないよ。抜いてねえよ。俺たちのミスだよ。ちょ、中盤時間作られてるよ。あ、危ないな、もうあさあ、さあ、ごめん。終わってるわ、こいつら。こいつら終わってる。ごめん、さあ、ごめん。こいつら終わってるわ。ナイスナイス。セカンドバセカンド、グリーズマン、グリーズマン。ナイスナイス、ナイスナイス。祖母、走りやすい。けけけけ。祖母、行きすぎ。祖母、もうちょっと間使おう。危ない危ない危ないって。危ないよ今のは。イエローでしょうか。イエローでしょうね。危ないもん。あ、よかった。イエローでよかった。でもイエローでよかったわ。イエローカードが出されます。危ない危ない。イエローですか。ちょ、ロバーツの好きやから、複雑。試合も残す。トラルうまいね。ナイスフィジカル。スコアは現在よしよし、いい時間いい時間。いい時間使っていこう。グリーズマン。いけんじゃない優しい。優しい。アリソン拾いに行かない。アリソンまさかの拾いに行かない。7分 ?7 分 ?7 分やりすぎだろ、おい。試合は間もなく終了。ちょ、リバプールにつきすぎじゃない、7分って。そんな試合止まってねえよ。ナイスナイス、ナイスカット、ナイスカット。よーし。ここで試合終了。素晴らしい。いいねえ。さすが3位やわ。難しい局面もあるさすが3位のチームやわ。守り切ったと思います。これが違うわ。ここで勝ち切ったという事実がリバプールに勝ったぞ。大きな自信になりますね。これ大きな自信になるよ。よう言った福西さん。グリズマンが不在でも痛いよ。グリズマン痛。レポーター痛いよ今日グリズマン。痛い痛。ツートップの右に痛いやんグリズマンが。何を言ってんだ。戻ればより強くなります。戻ればより強くなりますすっか。戻ってるけどね。今日グリーズマンいたけどね。うん。前の相手知らないち、ガビ。こういう選手が注目を集めるのは当然でしょうね。ガビ。堂々の存在感です。ガビなんでここにいるの？パスワークが持ち味ですね。ガビ。ここぞというところにボールを出せる。全然似てないやん。びっくりした。全然似てないやん。全然ガビの方がかっこいいやん。全然似てない。あれガビじゃないだろう。パチモンやって。エバート捕まされてるって。多分偽物やって。ガビ、そこメインドイン、メイドイン何それ。メイドインスペインじゃなくないそのガビは。大丈夫か残留よりぐらいの。レベス。いいね。いいんじゃないロナウド決まるかナイス。冷静冷静。いいね。来るかあ、来ない。今日は来ない。いいね、エバートンサポーターの前で。いいね。なんか、あれなんでしょう。ニューカッスルのゴールが、セメドいいね。ちょっと今の動き良くなかったから、セメド。下げすぎ。ルベンネル下げすぎ。いいパスだ。このボールは決定的。いいね。パリニャか、あれ。これで2点差。チームのパリニャいいね。いいね、いいね。エヴァーとの相手でもこんな試合できるようになったんだな、俺たちも。いいね。よかったわ。これはあるか。危ないよ。まだ攻撃が続きそうです。何してんの？危ないってクリア。危険なエリアからクリア危ないよ。得点に繋がってもおかしくなかったですね。いいね。グリーズマン。グリーズマン。にチャンスです。いいねいいねナイスナイスナイス。溺れました。クリアできるか。うな。ロナウド、ナイスカット。なんとかしのぎましたね。ナイスナイス。前半終了。パリニャいいね。ゴールになります。ネットいいね。いいね。アトロリケ、いけ。ぶち抜け、ぶち抜け、ぶち抜け。いやー、もっと言っていいのに。パスなんてしなくていいよ、お前は。ぶち抜け、ぶち抜け。さて、後半も残り時間わずかとなりました。いいね。リードしてんだから、ぶち抜いていいぞ。トラオレ。大量リードで試合を優勝。トラオレ良くないな。ちょ、トラオレ良くないぞ。ちょ、待って、俺もまず見るわ。ちょ、なんか、クロスはブロックされました。大丈夫、今ハンドじゃない、今。ちょ、待って。ちょ、待って、待って。今ハンドじゃない、大丈夫か。ちょ、今ハンド疑惑なかったけど、今。大丈夫か。あ、ペナルティエリア外ではあるか。これアウトですか？これはこれはこれはちょっと判断の詳しいルールわからないけど、これはこれは
これアウト、アウトでは？ちょ、判断の詳しいのはわからないけど、なんか試合見てる感じだと、なんかこれぐらいのでなんか結構いざこざやってる気がするけどな。これは、審判で救われたかこれ。祖母いい動き出してたけど、してたけどね、今。じゃあ、ネットかあれ。2分？ここで抜きました。危ないよ。空いてるね。さてここから危ないよ。何してんの？何してんの？ゴールゴール。これで1点差。何してんの？残り時間はほとんどありません。クリーンシート、クリーンシート。追いつけるでしょうか。そガビンのが忘れてた。あ、忘れてた、お前完全忘れてた。決められちゃいますよね。そうガビンいるんだった。本来はもっと厳しくチェックに行っておく。活躍ぶりでしたね。パリにはいいね。ワークで勝利によく貢献していましたね。まあ、ゴールもいいけどディフェンスは良かったな。ワンゴール決めたのはさすがです。あ、ユナイテッドさん？え？俺試合前ユナイテッドの相手よくわからんチームだし、さすがにユナイテッド勝つかーって言ったけど、あ、このもアーサル、あ、ニューカッスル負けてる。え？やだ。ニューカッスル負けてるやん。ノリッチシティに。え？お、やっぱカーディフシティか。何やこれ。なんか、すごいね。6回戦とは思えないメンバーだな。なんか、いいね。でも、ウエストハムとアストンビラ潰し合って、アーサルとブライトン潰し合うのいいな。俺たちだいぶイージーやん。だいぶイージーかもな。油断しちゃダメだけどね。油断しちゃダメだけど、もう勝ち積み重ねるしかない。あるぞ、ワンチャン優勝。あるぞ。高めに行くしかねえよ。レスター最高つけそうです。いやー、空いてるけどね。だいぶ空いてるけどね。だいぶ空いてるよ。だいぶ空いてる。見りゃわかる。だいぶ空いてるよ、今。ちょっと攻められ続けてない？味方を使うでしょうか。ちょっとさ、サリバ、空いてる、空いてるって。さあ、ごめん。さあ、ごめん。キーパー23で2年間やってるわけだしね。さあ一気に仕掛けるか。いいね、ロナウド。いいんじゃない。さあリードできるか。そこでパスすんだ。そこでパスすんだ。ロナウド丸くなったな。ロナウドも丸くなったな。ただ角は一緒だよね。角は同じぐらいだから。ロナウド行け。いや、惜しい。ここはブロックされました。ナイス。コンチでかいよ。ナイス。諦めない心ネットいいよ。決まれば1点リード。ネット。ネット。シュートが枠に当たったのは残念でした。ネット。勝ち越しのチャンスだったんですけどね。絡まってるネットが。ナイス。ヌエスいい動き。お、いいね、いいね。ナイス。ヌネス冷静。ヌネス冷静やね。で、ロナウドもロナウドらしい時だな。これでこそロナウドよね。やっぱ。この位置でしっかり待ってるっていうのがね。やっぱロナウドの素晴らしさよ。しっかりここで待つ。ここ動き出しね。いいね。ヌネスが冷静やわ。ロナウドってよりヌネスが冷静。素晴らしいキープ。素晴らしいキープだった。ナイスナイス。最後のチャンスになるかもしれません。ちょ、危ない。ちょ、空いてる。シュートださあ。キーパーが飛びついた。さあ、ごめん、こんなチームで。なんとしてもマジでこんなチームでごめん。トラオレいいね。パワーナイス。ナイス。うん、ナイス。プレーは続いています。いいチャレンジ。危ない局面でしたが、なんとかしのぎましたね。危ないよ。サリバ、何してんの？サリバ。ナイス。試合終了の審判よう分かってる。そこで笛鳴らすんよな。分かってる。1点差でも勝利は勝利です。ナイス。審判ナイス。来たぜ。準決勝？準々決勝か。雨のカーディフシティスタジアムでは、カーディフシティスタジアム、まさかのお邪魔します。実況は私にカーディフシティスタジアム解説にお邪魔します。さんを迎えしています。写真の質が違うもんだってか、プレミアリーグの写真じゃないもん。なんか選手の写真がプレミアリーグの顔つきじゃない。やっぱりサイドの選手が来て、顔つきは違えもん。
全然違うわ。全然トップスターが集まってるわ。全然違う。近所で撮影したか、ちゃんとスタジオで撮影したか、それぐらい差がある。いいね。そこで渡す。はい、クリスティアーノ・ロナウド簡単に決めた。素晴らしい。やりましたね。すまないね。まあスター選手を見せましょう。皆さんにスター選手を見せます。はい、カーディフシティスタジアムでスター選手をお披露目します。はい、1億円以上かかってます、このチーム作るのに。よかったね、クリスティアーノ・ロナウド見れて。リプレイが出ました。カーディフシティに貢献できて嬉しいです。今日はそういう日にしましょう。最後はクリスティアーノ・ロナウド、なんだかんだギリギリまで 0-0 かなと思ったけど、いいね、いいね。ナイス。シュートに素晴らしい反応を見せています。皆さん、これがソボスライです。ないか、危ないよ。クロスは許しません。あ、ちょっと嫌な、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 危ねえ。誰今、サリバか。おっと、いい位置でボールを取り返しました。ナイス、サリバ。ネベスいいね。まあ、サリバいなかったらやばかった今。サリバいいね。いいサッカーするな、意外と。危ない。サリバいいね。今日サリバめちゃくちゃいいぞ。対応に要した1分が。パリニャ。いいね、いいね。冷静。サポートを使えそうです。いいじゃない。いや、早すぎる。もっと大事にいってよかったんじゃない。コーナーから中へ。ナイス。フィニッシュはボレー。ヌネスいいボレー。ヌネスいいね。お前強くなってるからな。うちのチームのフォーメーションの兼ね合いで最近使えてないけど、いい活躍だ。全然顔に似てないよな。でもヌネス。コーナーキックからのいいボールです。そしてフィニッシュ。いいボレー。この距離なら外さないでしょ。出たね。あいつ何してたんだろうな。もうちょっと守ってほしかったけどな。ゴール前立ってるやつ。もうちょっと頑張ってほしかったな。そこにいるんだったら。残すところ1分となりました。はい、いけるか。サリバいいね。いや、サリバいいよ。サリバいいね、ほんと。ええの取ったわ。いいパスだ。ぶしゃぶしゃぶれ。ナイスナイス。試合終了。打ったもん勝ちよ。この結果、次のラウンドに進出するチームが決まりました。いや、大接戦。ってところで、今日に関してはね、もう移籍市場が閉まったこともあって、まあ、試合にぶっぱできたから、まず24日のリバプール戦ね、1-0 で勝ちました。はい。見事にね、見事に1-0で勝ちました。もう後半からはね、さっきも言ったけど、あの5バックスロービルドアップ作戦で守りきりました。はい。で、続くね、エバートン戦。これはカップ戦だったんですけど、しっかり勝って。で、リーグで戻ってレスター勝って、マンチェスターユナイテッドを破ったね、チームにね、しっかり勝って、カップ戦はね、次が準決勝ということで、これかな？え？あ、これか。え、これか？え、俺たちウエスタム？マジかよ。俺たちがウエスタムな。決勝まで、なんか、すんなりいけるかなと思ったけど。わあ、俺たちノリッチシティじゃない？しかもアーセナル上がってきてるやん。あ、でもここで決勝でサリバ熱いかもな。決勝サリバ熱いぞ。FA カップ決勝、ノリッチシティ対ウルブス。これ全世界注目よ。全世界注目のカード。ノリッチシティ対ウルブス。FA カップ決勝。全世界注目よ。熱い試合してるから、ノリッチシティも。結構。あるよ。ニューカッスルに勝ってるからね。ニューカッスルに勝ってるんだったらワンチャンあるよ。クラブにも勝ってる。かなりいいんじゃない？乗ってるかもしれん。ノリッチシティ対ウルブスおもろいな、決勝。めちゃくちゃおもろいやん。イングランドが変わるぞ。ここで終わりましょう。はい。終わります。お疲れ様でした。